こんにちは、魔女のまじみちゃんだよ。2021年の F1 はコンストラクターズタイトルこそメルセデスが8連覇を成し遂げていますが、ドライバーズタイトルではレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが見事に自身初のタイトルを手にしています。結果からすればこのように2つのタイトルを分かち合う形となりましたが、 F1 の世界ではどちらかといえばコンストラクターズタイトルよりもドライバーズタイトルが重要視されていると言えるでしょう。そのためメルセデスは現在進行形で黄金時代を築いているとはいえ、チーム代表の言動を見るとショック、ダメージは計り知れないほどあるのかもしれません。つまり日本のホンダはラストイヤーでついに絶対王者のメルセデスを倒し、継続参戦し続けているフェラーリやルノーですら成し得なかったメルセデスに対する大きなダメージを与えたのです。今回はその日本の誇り、我らがホンダについてのお話です。これまでホンダはエンジンサプライヤーとしてウィリアムズで2回、マクラーレンで4回の計6回コンストラクターズタイトル、そして昨年2021年のマックスのタイトルを含めドライバーズタイトルも計6回獲得しています。ホンダは2021年にダブルタイトルを決めることができれば正真正銘有終の美を飾ったと言えますが、そこは絶対王者であるメルセデスが意地を見せた形となったのです。ホンダは2015年から F1 第4期としてマクラーレンへパワーユニット供給をし F1 に復帰しています。マクラーレンはこれまで計8回のコンストラクターズタイトルを獲得しており、メーカー別の内訳はフォードとメルセデスが1回ずつ、タグが2回、そしてホンダが計4回となっており、実にマクラーレンは獲得しているタイトルの半分をホンダで獲得しているんですよ。つまりホンダがいなければ1966年から F1 に参戦し続けているマクラーレンは計4回のコンストラクターズタイトルにとどまっていることになり、2005年から F1 参戦を開始したレッドブルの計4回と同じ回数だったと言えるのです。低迷していたマクラーレンは過去の栄光を取り戻そうと活動を休止していたホンダへスイッチしたのです。2014年からの F1 は現在のハイブリッドパワーユニットに切り替わっており、そこから昨年2021年まではメルセデスは黄金時代を築いているので、当時のメルセデスのパワーユニットはすでに最強を誇っていましたが、マクラーレンの2014年の成績はコンストラクターズ5位に沈んでいました。もしかしたらこの状況下でマクラーレンはホンダに対しメルセデスを超えるような圧倒的なパワーユニットを求めていたのかもしれませんね。マクラーレンといえばロン・デニスを思い浮かべる方も多いと思いますが、2012年からはマーティン・ウィット・マーシュがチーム代表に就任していました。そのマーティン・ウィット・マーシュは昨年アストン・マーティン入りを発表しており、先日離脱が発表されたオットマー・サフナウアーの後任としておそらくチーム代表に就任するのではないかと言われている人物です。マーティン・ウィット・マーシュは2013年に成績不振の責任を負わされる形でチーム代表を退き、当時ロータスのチーム代表を務めていたエリック・ブーリエが後任となっていました。マクラーレンはタイトルこそ獲得できなかったものの、毎年何度か優勝を挙げていましたが、ロン・デニスが去った後の2013年から2020年までの8年間未勝利に終わっていました。昨年はチームに加入したばかりのリカルドが優勝し、チームが上昇気流に乗っていることが分かりますが、この8年間未勝利というのはマクラーレン創設以来最悪の成績で、いわゆる暗黒時代と言えるのです。マクラーレンはこの暗黒時代を抜け出す方法として過去数々のタイトルを量産してきたホンダを選んだのです。しかし結果的に両者の思惑は外れることとなりました。あまりにも複雑すぎるハイブリッドパワーユニットに大苦戦したホンダは、戦闘力はもちろん耐久性すら維持できないパワーユニットとなってしまい、復帰初年度の2015年はわずか27ポイントしか獲得できず、チームはランキング9位となってしまい、ついに下位チームにまで落ちてしまったのです。
マクラーレンのこの27ポイントという獲得ポイントは、過去を遡ると1981年と同じような成績で、実に30年以上も遡ることになります。ホンダは何とかしてパワーユニットの性能を上げようと必死に取り組んでいましたが、一方のマクラーレンは成績不振のすべての責任をホンダに負わせるかのように自らのシャシーに過信し、全く協力しなかったと言われています。さらに当時ルノーとの関係がうまくいってなかったレッドブルがホンダに興味を示していたみたいですが、この時のマクラーレンはそれに反対し、あくまでホンダには自分たちへの独占供給を求めていたといいます。その状況でもマクラーレンはホンダに協力しなかったと言われているので、おそらくガレージ内は異様な雰囲気だったことが予想されます。勝てるチームというのはどこか雰囲気が良かったりするものですが、残念ながら当時のマクラーレンはそれとは正反対だったと言えるのではないでしょうか。ホンダ F1 のマネージングディレクター山本正史さんは当時を振り返り、こう語っています。我々の F1 活動で最も辛かった時期は2017年のバーレーングランプリだった。その時は MGUH が次々と壊れ、替えの部品がなくなり、マクラーレンの首脳陣全員がうちのモーターホームにクレームをつけに来た時が本当に一番辛かった。そこから夏ぐらいまでが本当に厳しくて、夏休み明けにモンツアでマクラーレンとの競技離婚を発表し、私たちは気持ちよく握手して別れました。その時マクラーレンからいろいろなことを学んだからこそ今の我々の成功がある。当時のドライバーだったアロンソ選手が最終戦のパルクフェルメではおめでとうと言ってくれたし、マクラーレンの関係者も祝福してくれた。もしあのままホンダとマクラーレンが関係を維持していたとしても、当時のマクラーレン側のチーム体制ではタイトルを獲得できるレベルではなかったのではないでしょうか。それを考えるとマクラーレンとの決別がなかったら、ホンダは栄光をつかめないまま F1 活動を終了していたかもしれないのです。このようにホンダに対し全幅の信頼を寄せ、全面的に協力してきたレッドブルと、自信過剰でホンダに全くと言っていいほど協力せず、敵対心むき出しだったマクラーレンの違いは歴然としているのです。これまで長年にわたり低迷していたマクラーレンは、アンドレアス・ザイドル加入後、見事な V 字回復を見せていますが、それでも最強のメルセデスのパワーユニットを手にしても、タイトル争いからは大きく離されているという事実があります。もちろん、ルノーのパワーユニットからメルセデスにスイッチした初年度ということもありますが、今シーズン以降、レギュレーションも大幅に変わっていく中で、レッドブルとホンダのように3年目で彼らが結果を出せるかどうかでチーム力を比較できると言えるかもしれませんね。レッドブルやトロロッソ、アルファタオリのホンダに対する協力を惜しまない姿勢は、今後他のカスタマーチームのお手本になるのではないでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。